どうもこんにちは、ヒカックゲームズです。本日2月17日、皆様何の日かご存知でしょうか？そうなんです、中部国際空港開港記念日でございます。2015年のこの日、愛知県常滑市沖に中部国際空港、愛称セントレア空港が開港しました。このセントレア空港の開港記念日を祝って、セントレアだけにちゃんとレア当てていこうぜ。はい、ということで今日もですね、ウィニングレバーアプリ2020やっていきたいなと思うんですけど、はい、昨日2時半までマリオカードの配信やってたので、めちゃめちゃ眠いです。ただ本当に遅くまで使っていただいた皆様ありがとうございました。そしてですね、今日実はいつもメインで使ってる3万円のね、もう僕の中ではめちゃめちゃ投資したマイクがぶち壊れました。はい、なので今1万5000円の予備のマイクで撮影してるので、はい、いつもとちょっと声とか違うかもしれないんですけど、はい、今日と明日ぐらいかな、明後日にはですねマイク届くはずなので、はい、今日と明日はですねこのデスボイスで我慢していただきたいなと思っております。で、今週ですね2月17日月曜日、クラブセレクションやってきたんですけど、まずはですね見てください、ちょっと待ってね、どこだっけどこだっけどこだっけ、 2.5 億来たんだよね、来ましたね。 2.5 億セレブレーションということで、2億5000万ダウンロードのキャンペーンやってまいりました。で、もうこれはシンプルで、毎日50枚クラブコインが1週間もらえますので、最大350枚クラブコインですね。いやでも350って結構でかいと思うんですよね。チリも積もればですし、350あれば1回のクラブセレクション引けますので、はい、ぜひですねこの期間は毎日ログインしていただきたいなと思っております。で、ログインしたら毎日ヒカクゲームズの動画見てくださいね。はい、であとはですね、地味なんですけど、ツアーイベントで獲得できるスペシャルトレーナーの数っていうのも2倍になってますので、まあツアー完走でちょっと大変だと思うんですけど、はい、まあ来週やるぐらいだったら今週やった方がいいと思いますので、ぜひですねやっていただきたいなと思っております。はい、で今週のクラブセレクションマジでやばいよ。はい、ということで今週はアーセナル、シャルケ、アトレティコ、リバプールということで、しかも南野選手いますからね、いや最高のガチャになってるのかなと思います。今週に関してはですね、実は初めての CS っていうのはないんですけど、割とですね中身が入れ替わって、しかもかなり豪華になってるので、はい、そういった意味ではすごく魅力的なガチャなのかなと思っております。でまずはですねリバプールから見ていきましょうか。はい、リバプール一応ですねこんな感じになってますね。南野選手来たし、ジョー・ゴメスも来たし、マネも来たし、いやもう本当にこれは熱いガチャになってますよね。はい、もうアリソンいつでもパジャマ寝起きなのかなって感じなんですけど、いやめちゃくちゃいいね。南野選手まさかこのリバプールのユニフォームで見られると思わなかった。いやそういう記念って意味でも僕は当てていきたいですね。はい、あとはですねアーノルドめちゃめちゃいい。この手からなんか魔法が繰り出されるんじゃないかって感じなんですけど、アーノルドだったりとかジョー・ゴメス、かなりですね魅力的な選手いますので、はい、このガチャがですね今週間違いなく一番注目になってくるのかなと思います。で、2つ目はですねアトレティコですね。いやアトレティコもすごいよ。2週間連続なんですけど、今週の方がですね内容としてはいいかなと思っていて、いやこれ完全に伏線だったね。アメ横とかってさ、閉店セールやってる翌日ももっと安い閉店セールやったりするんですよ。なんかその時をすごい思い出しましたね。はい、ということでアトレティコめちゃくちゃいいっすね。まあモラタはもちろんなんですけど、今回ですねもう見てください、どれだ、フェリックス、はい、フェリックス総合値99までいきますので、はい、このフェリックスだったりとか、僕がマジで当てたいのはサウル。いやサウル本当にやばいよ。いやサウルは本当にめっちゃいいので、はい、すごく魅力的なのかなと思っております。やばい、このペースで見てるとマジで動画長くなっちゃうな。で、あとはですねシャルケですね。で、シャルケもですね僕前回よりもいいかなと思っていて、今回スパサブの2人ですよね。はい、クトゥジュ選手だったりとか、あともう1人どれだっけ、ロマン選手、はい、この2人が注目になってくるんですけど、その他もですねやっぱスピードスケーター並みのアイコンのセルダル選手だったりとか、はい、結構注目の選手いますので、このガチャも全然魅力的かなと思っております。で、最後はアーセナルですね。アーセナルはまあ唯一の3回目登場なので、まあ、被りリスクが怖いところではあるんですけど、あ、てかラカゼットめっちゃかっこいいね。アイコンかっこいい、ラカゼット、なんか浮いてるみたいな感じ。あとはそう、今回若手が結構多いんですよね。はい、ナイルズ選手だったりとか、あとはブカヨサカ選手ですね。はい、この2人が入ってたりするので、まあ、割とフレッシュなメンツではあるのかなっていうところですね。そんな感じのですね4つのガチャが来てますので、いやーこれはまあどれ引くかすごく迷うんじゃないかなと思います。で、僕の中でガチャ評価優先度順に並べてみました。並びとしてはこんな感じになるのかなと思っていて、1位リバプール A 評価、2位アトレティコ A 評価、3位シャルケ B 評価、4位アーセナル B 評価ということで、まあリバプールとアトレティコに関しては正直マジでどっちも引きたい。できるだなっていうか、まあコイン結構配られてるんで、ぶっちゃけこれ6回引きたいです。はい、あえて優劣をつけるのであれば、まあ僕だったら迷わずリバプール引くと思いますけどね。まああとは手持ちで判断していただきたいなと思っております。で、下2つに関してはシャルケもアーセナルも十分魅力的なガチャで、どっちもですね良いんですけど、まあアーセナルはやっぱり登場回数がネックになるので、まあ被りが多いんじゃないかって予測のもとシャルケの方を上に上げました。ただ例えばですね昨日始めたとか、アーセナル前回引けなかったんだよねって方は、そっちかというとアーセナル
の方がいいと思いますので、はい、ここはかぶりリスクで考えていただくといいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、いやマジですげえんだよな今週。てかもう今週のテーマは一つで、かぶらなければ神引き、もうこれだけなんですよね。はい、これだけを意識していただければいいんじゃないかなと思っております。まあそれが僕一番できないんですけどね。はい、ということでどうしよっかな。じゃあ今回全部引いてるとあれなので、今回じゃあシャルケだけはちょっと別動画かプライベートで引こうかな。じゃあアーセナル、アトレティコ、リバプール、この順番で行ってみたいなと思っております。でアーセナルなんだけど怖えな。まずオバメ持ってます、ラカゼット持ってます、レーノ持ってます。いや怖すぎるマジで。もうつべこべ言わずに引こう。マリオカートと一緒よ。マリオカートだって1位取れるかなって思ってたら取れないんだから、引けるかなって思ってたら引く、それだけなのかなと思っております。さあ1回目来い。誰だ、おっとこれ新しいんじゃないかな。あ、チェンバース選手かな。カラムチェンバース選手だと思う。多分そうだと思いますね。はい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 、チェンバース選手はまあワンチャンあるかなって感じ。21っていうとね、僕の誕生日2月21日なのでちょっとドキッとしちゃいましたね。さあということで2回目、さあ誰が来る。いやこれまあかぶってもぶっちゃけしょうがない。もうねこれはね、あのかぶってもあんま落ちこない、しょうがないしょうがない。いこう。さあ誰だ、おー正面を向いている。今度は正面を向いている。23番ダビード・ルイスかな。おいいねいいねいいね、ダビード・ルイス髪型がすごいな。髪型の躍動感 S 評価ありがとうございます。ダビド・ルイスは全然いい、僕持ってないんで、どっちかというと本当にね、あの持ってない選手を当てることが大事なので。オッケー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 、いい調子いい調子。あれ今日ちょっといいんじゃない、神引きに向けて完全に調子整ってきてるよ。まあ今ねアップの状態だからね。さあ誰が来る、ラストレスト、イングランドに落ちるのは分かっている。さあ誰でしょう。77番、しっかりと最後金玉打ち抜いていく。まあアーセナルはとりあえず被りなかった。え待って、被りなかった。いやこっちで被りないならこっち、あっちも被りなしにしてよ、頼むよ、お願いだよ。はい、ということでじゃあアトレティコ行きますか。モラタとオブラク以外ならオッケーか。そして狙いはもうマジサウ、あ間違えた、モラタじゃない、モラタじゃない、サウル、マジでサウル、いやマジでサウルで許してほしい。サウルとまあフェリックスでももちろん嬉しい、でも僕みたいなタイプはサウルの方が欲しいんですよね。はい、ということで行ってみたいなと思います。まあパーティーもいいけどね、パーティーね。はい、トーマスパーティーということで行ってみたいなと思います。いやマジで緊張する。なんかさこういう神ガチャって結構手が震えるんだよね毎回。まあぶっちゃけ誰がでも結構いいんだけど、さあ1回目頼むよ。さあ誰が来る。いやでも今週も神切り切る気がするんだよね。さあスペインから、スペインから来い。さあ何番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 、嘘 8？ え来たんじゃないこれ、嘘8って誰、サウルじゃない、オッケーじゃないこれ、来たでしょ、サウルだよねこれ。よーしよ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 し、やったー、これはマジで嬉しい、ありがとうございます。久々に神引きしたわ。ちょっと待って、なんか久々にこの嬉しい感覚になった。やったサウル嬉しい、オッケー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 。いやあとフェリックス打ち抜けばもうアトレティコに関しては完璧って感じかな。オッケーありがとうございます。さあ2回目いきましょう。オッケー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 。いやちょっと一つ荷が降りたね、荷が降りた、わかんないけどちょっと心の荷物が片付いた。さあ2回目いきましょう。ゴー。おっと何番、おこれも嘘、チャンスあるよ。いやあとフェリックス打ち抜けばもうアトレティコに関しては完璧って感じかな。おお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 、フェリックスフェリックス、ちょっと待って、やばい、遅くまで生配信やってよかった。フェニックスのような神引きありがとうございます。やばい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 、ちょっと待って、比較しない比較しない逆に戸惑ってる今、どうしよう、動画大丈夫かな、そして枠がね。いやこのままリバプールにこの流れ持ち込みたいで。オッケーさ、来るか、来い。はいはいはい、誰、5番、あパーティー、パーリーじゃないこれ、えトーマスパーリーじゃない、絶対パーリーやん。待って待って待って、なんと6連続ノー比較、えこれちょっと比較ノー比較ギネス記録叩き出してるよ。リバプール行きますか。リバプールに関してはサラー持ってる、ファンダイク持ってる、その2人以外ならオッケーって感じかな。はい、アリソン持ってないので、はい、それ以外打ち抜いていきたいなと思っております。オッケー、もう完璧な引き、ここまではもうね、あの100点満点中189点取れてるんで、オッケー。さあラストしっかり、最後までしっかり、最後までやりきれ、ここまでやりきれないのが僕の人生だった。さあ1回目誰来る。なあ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 、もう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 、待って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 、2回目頼む。今回だって2分の8分の2だからね、8分の2しか被らないからオッケー。まあでもオッケーオッケーオッケー。さあ2回目頼む頼む、どっちからいい、もう1人だけでいい、狙いどっちからいいから。さあ2回目来い。何番何番、待ってトレントじゃないこれ。さあ待って、セ
代を超えて3比較3つ5目3人目のサラー、待ってさらっと出てくるな。ちょっとサラーは今ダメなんだって。めちゃめちゃ優秀な選手だし、初見だったら超大当たりなんだけど、2人持ってる。ちょっと待って、やばい、リバプールがやばい、リバプール、えぐい、待って、なんで最後の最後やりきれないんだよ。結局最後こうなっちゃうの。さあラストいくよ、お願いします、いきます、頼む、マジでお願い。今回は今週はもう動画の展開とかマジでいらないから、神引きしてあれで終わろう、不老不死か星屑サラウンドで終わろう。行こう、ラストお願いします。さあ来るか、頼むよ、終わりよければ全て落ちる中、最後しっかり締めていこう、締めろよ、最後ラスト来い。お、12番、あ、これは誰だ、ジョーゴメス、オッケー。いやちょっと待って、マジで最高の引きちゃって、ゴメス、オー。